いたしました。行きましてご利用いただけます。井口平一でございます。うわ、すごい。あ、ストーリースケッチもあるんだ。大きい、めっちゃ大きい。隣にミッキーを感じられる。確かに感じられそうだね。
ということでミッキーマウス展に行ってきました。ミッキーマウス展はミッキーマウススクリーンデビュー90周年の時にアメリカのニューヨークで展示してあったものが今日本にやってきていて、個人的には日本のアーティストの方とアメリカに行かないと見れないとか、これだけ多くのディズニーのクリエイターの方が普段お目にかかれないいろんなアーティストの芸術作品が見れて2800円払ってよかったなって思いました。だいたい展示してあったものを見るのが40分ぐらい。最後にグッズのエリアがあって、グッズを選んでカゴに入れたり商品を見るまでに20分待ち。そしてカゴに入れた商品をお会計するのに20分待ちでした。だいたい2時間ぐらい時間がかかるのを見て、ミッキーマウス店の事前来店予約の時間帯を選んでみてください。そして今回のミッキーマウスで入場特典があってエコバッグがついてきます。4種類のうちランダムで1種類で、自分は赤色のエコバッグでした。ミッキーマウス展気になった方はぜひ自分の目で見て確かめるのもいいし、入場特典のエコバッグも可愛いし、グッズもたくさんあるのでよかったら行ってみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方グッドボタン、良かったらチャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok 動画の概要欄貼ってあるのでよかったらフォローお待ちしております。それではバイバーイ。